ちょっと今日は多いな荷物がちょっと多いな。はい、あるです。おはようございます。はい。今日はですね、山セミですね。はい。で、ちょっとね、朝というか、まあ、昨日の晩からずっと雨がこう降ってるんで、ひょっとしたらね、川が濁ってるかもわからへんのでね。あー、やっぱり濁ってんな。ちょっと、流れも早いし。まあ、昼からね、雨がちょっと、まあ、上がるという予報になってるんで、まあ、それを見越して、まあ、ちょっと行ってみようかなと、思って、向かってます。はい。なんとかね、まあ、昼から雨が上がった後にでもね、ちょっと出てくれたら、まあ、写真は撮れるかなと思うんで、まあ、それをちょっと期待はしてるんですけど、雨がね、ぼちぼち落ち着いてきたかなっていうぐらいの感じにはなってきたんですけど、はい、まだちょっとやっぱり気配はないですね。はい、で今日のセットは、まあ、いつもの、まあ、山セミセットですね。64と 1.4 のテレコンに D5 です。はい、なんで、840mm ですかね、換算 840mm のフルサイズで、はい、まあ、撮ろうかなっていう感じですかね。まあ、天気もあるしちょうどいいかもわからないですね。はい、で、まあ、この間買った、863も一応、まあ、積んで、まあ、持ってきてるんで、まあ、それと Z50 をもう付けた状態に、まあ、して、まあ、前回動画上がってるレンズバッグの中に、もう付けたまんま、入れて持ってきてるんで、今回はね、泊まりも、もし、まあ、あったら、まあ、山セミに限らずですね、まあ、奇跡霊がよく、まあ、前をね、こう、行ったり来たりとかしてるんで、奇跡霊であったりとか、カワセミであったりとか。まあ、その辺がもし前に止まったりとか、まあ、ヤマセミも含めてですね、前に止まってくれたら、そのまあ止まりに関しては、まあ、そのセット。はい、ということで、まあ行ってきました。はい。ダメやったっすね。はい。全然出ませんでした。はい。なんで通過もなしです。はい。で、先にまあ来てた人に聞いたら、朝一、ほんまの朝一には、まあ一回だけ出たらしいんで、はい、一応まあ泊まりもんが一応まあ取れたということで、まあそれもね、全然長いはせえへんかったみたいですね。はい。もうものの3分5分でも飛び去っていったって言ってたんで、まあ一応まあ枝には止まったみたいなんですけど、まあ、止まって、まあ、そのまま狩りもせずに、まあまあ、濁流ですから、もう水も濁ってて多分ね、あんまり魚も見えないし、流れも多分早いんで、はい。っていう感じで、まあ一応、まあ、狩りもせずに、まあ、5分も、経たないうちっていうか、5分ぐらいって言ったかな、はい。の間に、まあ、飛び去ったみたいなんで、はい。そっから、まあ、丸1日、9時から4時半まで、まあ一応粘ったんですけど、結果は、まあ通過もなしっていう、まあ状態でした。はい。なんで、まあ山セミの写真はまあ正直撮れてないんですけど、奇跡霊がまあよく、まあ出てくれるフィールドなんで、まあ出てくれるっていうかまあ奇跡霊なんで、ね、はい。まあ結構まあいてるんで、なんでまあ奇跡霊を、まあ撮ってですね、はい。ちょっと暗いな、今。はい。ちょっと待ちますね。また暗いんで。まあ一応奇跡霊、がまあ、出たんで、まあ一応それを撮ってですね。はい。なんで、その写真は、863で、まあ撮ってるんで、その863で撮った写真、まあまあほんまに数枚ですけどね、多分ね、3枚とか4枚とかちゃうかな。はい。まあそれぐらいしかないんですけど、まあ、その写真だけを、ま、最後、まあ、出しようかなと思います。なんで、ま、64と D5 では、詐欺しか撮ってないんで、それも1枚2枚だけなんで、はい。まあ、今回は、まあ、64と D5 の写真はなしでですね、おそらく、ま、皆さん気になってるところは、ま、863の描写やと思うんで、そこの写真だけ、ほんまの、ちょこっとだけですけど、はい。それだけ出して、まあ、今回動画の方、まあ、終わりたいと思います。はい。
それでは、お疲れ様でした。